おはようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、週替わりでお迎えする素敵なトークゲスト、今週は横浜妙法寺住職久住賢章さんです。トークの後は全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本昇慶の北条庵よりお送りします。おはようございます。おはようございます。はい、今日も横浜妙法寺久住賢章さんとお話をしていきます。はい、お願いします。はい、やっぱもう生っ粋のお坊さんで来られたんで、ちょっと修行メインの話が続いてまいりましたが、でも住職になられてからは、ぜひ本当いろんな人にこの妙法寺さんのホームページとかね、ありがとうございます、見ていただいて、活動をむしろお坊さんたちにも結構紹介して、一つのお寺の方向性として、全部載せするとこんな感じだよみたいな、ね、紹介したりしますけど、まだ足りてないと思ってます。まだ載せ足りないんですか？載せます。はい、そんだけもりもりのいろんな活動をされているんですけど、はい、そうですよね。でも最初に久住さんとお会いしたのは、住職塾、そうですね、がご縁ですかね。そうですよね。そうだ、なんか思い出しました。当時の久住さんの格好をちょっと覚えてるかも。どんな格好で来ました？なんかジャケットに、サムエとかじゃなかったと。そうですね。住職塾の多分そういうこと、私3期か、の時が一番だから、もうかれこれ7年、6、7年前ですよね。そんな経つんですね。あそこでだから、そうですよ、ずっと日蓮宗のもう濃縮された日蓮宗、もうエキスの元みたいな、ところにいたわけじゃないですか。そうですね。そこから住職塾で、いろんな宗派の人に出会ってとかって、なんかこう変化はあったんですか、自分の。もうこれ話し始めると長いですけど、やっぱり松本さんが住職塾に、行ったことがもう今の妙法寺になったきっかけですけども、こういうこと言ったらあれですけども、当時住職になってまだ間もなかったですし、何かこう当時お坊さん、若手のお坊さんの事務局長みたいなのをやってたんですね。なんか檀家さんの地域のためのお寺というよりも、お坊さんのために一生懸命お坊さんやってるとか、お坊さんの業界の仕事を一生懸命やっているっていうことが多かったんですよ。でそんな時に、なんか俺お坊さんのためにお坊さんになったわけじゃないしなって、でこの後の妙法寺もどうしようかなって言った時に、住職塾のパンフレットを、なんか手に取って行ってみようというので、門を叩いて、いろんな宗派のお坊さんがいるっていうことで、私住職塾に行った時に、第1回目に行く前に誓ったんですよ。もう絶対他の宗派のお坊さんとは仲良くならないと。そうなんですか。日蓮聖人がもう、ああいう方だったので、ああいう方だったので、詳しくは言いませんけれども、他の宗派のお坊さんとはもう絶対喋りもしないし、仲良くなんない。受講だけ受けても普通に帰ってくればいいと。で第1回目に光明寺に向かって、金蔵様に向かって、南蛮南仏南蛮南仏って言うじゃないですか、
もう絶対言わなかったです。絶対何万ダブとか、今全然言ってますけど、何万ダブとか頭とか絶対下げないからって思って、3回目ぐらいにはもうみんなと仲良くなって、あのランチ行き、3回目、4回目ぐらいにも何万ダブとか言ってましたね。早いな。早い。そこでもやっぱりそういう意味で住職塾をきっかけに、ちょっとこう語弊があるかもしれないけども、生粋の日蓮宗で来たわけですよ。うん。なんなら他宗は敵だと。はい。いうふうに。まあ、そういう教育もね。教育もされてきたわけですよ。はい。で、まあまあ、ね、そこの他の宗派の人と、こう、絡むっていうことも、ほぼなかったですけども、もう絡んでみたらって言うわけですけど、塾に通ってみたらすごくみんなやっぱり、真面目だったり、仏教界のことを考えたり、真摯な方だったりして、あれ聞いてたのと違うと。なんか、と思って、みんなと仲良くなってきたのが、こう、宗派を超えての活動のきっかけになりましたね。今ではもう、Facebook、3分の2ぐらい多種なんじゃないかぐらいな感じですね、友達。そうですよね。うん、確かに、くすみさんは、まあ、みんな、僕自身もそうですけど、この塾で刺激を受けるっていういろんな人と交流して、まあ、その中でも、くすみさんはかなり水を得た魚感があったかもしれないですね。そうですね。まあ、その生粋で来たがゆえに。そうですね。反動がすごく。こうならねばならないっていう中にいたし、まあ、ちょっと言葉選ばないで言うならば、そのお坊さんの中で偉くなっていくことが、なんだろう、お坊さんの業界で出世することであると。うん、だし、まあ、素朴に目標に、ね、なりやすいですよね。うんうん、って思っていたのが、あれ違うんじゃねえのっていう。うん、うん、もっともっと開かれたお寺で、その、誰のための仏教なのか、誰のためのお寺なのか、自分は先代の住職のように、こう、なっていくことが、なんだろう、出世って言い方はあれ、お坊さんとしてこう、高みを目指していくことだと思ってたんだけど、住職塾行ってみたらそうではなくて、その、人々のための仏教で、地域のためのお寺というか、そういうふうになっていくことが実は日蓮聖人が言ってた立正安国じゃないけども、良き仏教のもって、こう、人々を安らかにしていくっていうことなんじゃないかって思ったのかもしれない。そしたらもう何かが、たかが外れたわけじゃないですけども、水を得た魚のように、宗派を超えたいろんなお坊さんの取り組みを見ながら自分も刺激を受けながらこういろんなことを始めたのがすぐ7年前の住職塾だったかもしれません、うん、未来の住職塾で、まあ、特に最近リーダーシップっていう会があってそこで一番中心にしている問いは今まあみんないろんな宗派の人もいるし、最近、仏教以外の方も来られたりもするんで、いろんな宗教があるんですけど、まあでもみんなそれぞれ何かしら、こう、宗祖というのか、祖師がね、いるじゃないですか。で、その祖師が、今現代社会に生まれたら、どう考えて、どう行動するんだろうか、ということを、まあ皆さんに問いを、投げかけてみるんですよね。で、まあ、まさに、その今、くすみさんが言われた、日蓮聖人だったらっていうことだと思うんですけど、で、そう、まあ、やっぱりいろんなね、その、他者に出会うっていうことは、すごく、やっぱ人が育っていく上ですごい重要なんだと、改めて思うのは、別にこの住職塾じゃなくったって、それこそいろんな宗派で、じゃあ浄土真宗なら、
親鸞に帰れとか、うんうん、まあ、日蓮宗なら当然日蓮聖人にの思いに帰っていこうとかって、まあ、みんな言ってるじゃないですか。言ってるんだけど、要は帰れてないじゃないかっていうことですよね、うんうん、言ってはいるんだけど、そこでそこを破っていく突破口が、まあ、面白いことに、その自分たちの内側じゃない人と、うん、接していくことが、まあ、一つの大きなきっかけになったりするっていうのは、まあ、面白いなと思うんですけどね。いや本当そのおっしゃる通りで、やっぱ住職塾のメンバーとこう話すときに一番何が大事だったかっていうと、日蓮宗の僧侶としての信念がどれだけあったかどうかっていう、うん、他宗のお坊さんとやっぱりこうディスカッションするときに、やっぱり大事だったのは自分の日蓮に対する、日蓮宗に対するやっぱりこう信仰とか教学とか、そういうことがないとダメだったんだなっていうのもありますし、うん、でまあ住職塾出て一番僕大事にしたのは、そのお寺に第三者を入れると、おうおうおう、うん、確かにが一番やっぱり、うん、大事だなっていうふうに思ってそういう行動もしましたね。で今じゃ松本さんの問いの中で、じゃあ今日蓮聖人がこの令和の今のタイミングにいたらみたいな、うん、私たまにそれを思うことがあって、日蓮聖人が今生きてたら何になってたか、僕は政治家だと思ってて、ああもはやお坊さんではないと。お坊さんではない。岩田さんの会にもあったかなと思うんですけど、うんうんうん、僕はずっと思って、だって日蓮聖人の言葉の中に、我日本の柱とならん、我日本の眼目とならん、我日本の大戦とならん、俺は日本の柱となって日本を支えていくんだとか、俺がこう日蓮が日本の目となってこう行くべき方向をみたいな、うん、正しい方向をみたいな、大戦大きな船となって自分がこう船となって良き方向にまあ進めていくんだっていう言葉があるんですけど、これとほぼ政治家の言葉だろ。だし、日蓮聖人が立正安国論を書かれて、こう国に官業したのも、こういうしちゃダメだよっていうふうに提言したのも、まさにこう、なんだろうな、ちょっとこう、尖り目の政治家、なんではないか。尖り目の。まあ誰、うん、昔で浜公ですかね、わかんないけど、うん、ちょっとなんかこう厚さがある政治家として、やっぱり国のあるべき姿みたいなのを厳しくやっぱり問うたんではないか、ねえ、発信したんではないかなっていうふうにものにもありますかね、うん、そんな日蓮聖人が再来したら公明党とどういうね対決をするのか。そうですね、はい、すごい不思議な構図で面白い、ね、そうですね野党でしょうね。野党ですよね。野党でしょうね、うん、野党に日蓮聖人がいて与党の公明党を追及する。追及するこれ大丈夫だからこれいやでもね、すごい、まあ、まあ政治で日蓮聖人につながる、まあ、公明党とも絡む話でいうと、令和新選組が、うんうん、から出た元創価学会の候補者っていうの方がいらっしゃって、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、うんうん、YouTube で演説見たらめちゃくちゃ面白くて、何が面白いって、その構図がおかしすぎるっていうか、うんうんうん、すごい、まあもうまあ、エンターテインメントって言っちゃうとあれですけど、うん、要はその候補者の方が、うん、まあやっぱり公明党創価学会批判になるんですけども、うんうんうん、そこで拠り所にするのは、実はなんか池田大作先生で
あり、うん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 、あったり、そしてまたやっぱ日蓮聖人であったりっていう、その原点に帰ろうよと、うんうんうん、で原点に立ち返ってみた時に今の公明党はあるいは創価学会は本当にそのお心にかなっているんだろうかっていう、うんうんうん、まあ、そういう確か基本的なね、そのメッセージのこう筋道だったと思うんですけど、うん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 、なんかやっぱりそこで終祖に帰ってみるということって、うん、まあ、最近僕があのちょっと言ってるのはやっぱなんか正気に帰ることが大事かなって思った時に、うん、案外例えば浄土真宗なら浄土真宗で親鸞聖人って言ってはいるんだけれども、うん、気がついたらなんだろう、その親鸞聖人がのまあ多分持っていた心とかから離れてしまう、まあ、まさに正気を失ったところに行ってしまうようなことって、うんうんうん、人間社会あっちこちで、ね、起きてるなと思うんですよね。でそれもやっぱり同質性の高い人たちがずっと集まって、それは今、まあ、たまたま、公明党創価学会って、まあ、政治の話になったんでそっちで話しましたけど、うんうん、多分日蓮宗なら日蓮宗だってその、久住さんがずっとその喫水でやってきたがゆえに、うんうん、多分なんか見えなくなっていたものとかもきっとあるんでしょうね。そうですね、それはすごく感じますね。なんかあの、いやもちろん素晴らしいお坊さんばっかりなんですけども、やっぱりお坊さんの中にいるとダメで、うんうん、最近ある意味その距離を、ある程度の距離感をお坊さん同士の、うんうん、取るっていうのも大事ですし、誰と喋るかも大事にしてるかなと、うん、このお坊さんと喋るっていうのも、うん、そういうことをお坊さん同士が集まると、じゃあ日蓮聖人の話を熱く語ろうよってなかなかならなくって、そうです ね、 ね、うん、そういうコロナのタイミングで、あのそういう集まりがなくなったからよかったなってちょっと思って、うん、あの、うん、そういう意味ではこうズームで本当にそういうことを言言学学で喋れるっていう人たちが集えるような、あるいは令和のになって宗派のあり方みたいなのもどんどん変わっていく中で、だからそういうこう時代になったらすごくいいなと思いますね。そうですね、うん、確かにこのコロナで、これあの仏教界だけじゃなくて、うん、いろんな世界でそのずっと今まで慣習とも言えるし、まあ、ちょっと悪く言うと飲酒というか、うん、惰性というか、こういう中で濃縮する必要もないものがこう濃縮されていっちゃうようなものって、はいはい、まあ、自家中毒になっていくっていうか、うん、まあ、あったと思うんですけど、それが一旦、まあ、リセットするいいタイミングに来ているのかなと、はい、思います、はい、じゃあお時間もそろそろなんで、はい、はい、今日もありがとうございました。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ、いってらっしゃい。
はい、それじゃあ皆さんおはようございます。おはようございます。それでは今日も元気に乗ってみましょう。はい、どうぞ。はい、それではしっかり座ります。合掌を。はい、お経本を開いていただいて開きます。90ページ大会の歌。
Thank you.
このポッドキャストはノートマガジン松本昇恵の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。